あ、どうもです。ありがとうございます。今回はですね、ちょっとガチで、あなたに会いたい人見つけてきましたっていう企画です。そんなハートフルなのか。はい、まあ、正直ですね、はい、僕が26年間会ってなかったおじいちゃんの動画、はい、こちらありましたね。結構回ったやつですね。はい、あれはまあ僕も26歳の時に知った別の祖父がいる、はい、しかもそっちが血につながってたみたいな話だったんですけど、まあ、本当に岩井さんの件もあって、あの祖父にもう一度あの場で会えてよかったなっていう記憶があるんですけど、はい、まあ、今回はですね、僕ではないです。合わせるって言ってましたもんね。はい、今回は、はい、リュウジさんです。リュウジさん、会いたい人とかいるんすかね。リュウジさんが会いたいわけではないですね、はい、リュウジさん正直多分こっ恥ずかしくて、はい、会いたいって言えなかったって感じですね。どっちかっていうと。何それ何それ。なんか人間関係って複雑で、はい、会いたいけど許すことになるじゃないですか。許す、はい、はい、会いたいけど許すってことになるから、はい、まだ俺は許さねえよみたいなのも持っておきたいみたいなのが、はい、こうちょっと錯綜するんですよ、はい、それが再会というものなんですよね、はい、うん、何かしらトラブってお互い別れを散り散りになってしまった、はい、っていうのは何かしらのやっぱここに負のエネルギーがあったっていうことなんで、はい、まあ、これをですね今日解消してもらうためにリュウジさんにまつわるとても関係性の深い、ただ離れ離れになってしまった方をお呼びしました。はい、リュウジさんは僕よりなんと1年多い、はい、27年ぶりの再会です。27年ぶりです。僕の年齢とそんな変わんないですからね、はいはい、まあ、本当にね、あの人の人生にずかずか踏み込んでいくってね、あの祝いの送る会で僕言っちゃったんで、はいはい、リュウジにもそれを、ナタを振り落とします。祝いスタイルお前の人生俺が変える、はいはい、この後皆さんどうかお楽しみください。はい、というわけでターゲットリュウジさん来ました。ターゲットどうぞ。はい、このアホタレ今朝、財布すられました。おかげで睡眠不足です。こんな大事な日に何やってんだ。死ぬかと思った。ホントだ。お前なんだよお前って言って、うん、今日そんな話だよ。最後までどうでもいいんだよ。とんでもねえゲスト呼んでんだから。はい、はい、それではですね、そちらの方の待つ部屋に向かいたいんですけど、リュウジさん、ああ覚悟決まってますか。覚悟も何ですか。このチャンネルがなかったら合わない、こういうきっかけでもないと合わないと思ったから、うん、もうちょっと桑田さんに茶化してもらいながらちょっとねやろうかなと、はい、じゃ早速行きたいと思います。いや緊張してきた。行きましょう。恵比寿にあるカニオスさんに来てます。じゃあ早速行きます。いやちょっと聞きます。お願いします。あ、そう、あんま顔覚えてないけど。お父様、すいません。あ、すごい、一瞬テレビで見るね。わかりますよ。はい、わかります。記憶はうっすら、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 さっき写真は残ってたんで、ね、たまに見てましたけど。あ、すごい。今の状態の顔とかも全く知らずに。知らないです。で、この音ね、家族誰にも見てないな。あ、お母さんに。母親にも言ってないです。なんて思うか分かんない。そうだよね。なんか言えないよね。言えないっすね。何か言っても、なんか何言われるか分かんないから、もう言わないようにしました。座りますか。ありがとうございます。すごいこの空気感。ピリついてるぞ。え、てかお父さんちょっと、え、すごいダンディー。ダンディーすぎましたね。僕もびっくりしました。緊張感が。27年ぶりですよね。そうだね。おそらく小学校3年か4年の頃、お風呂に一緒に入ったのが最後。あー、すごい。それはでも覚えてらっしゃるね。もう覚えてます。あー、すごい。よく決心したね。うん、決心というか、まあでもなんか連絡先も分かってるし、まあ、このまま一生会わないっていうのも、まあ、どうなんかなみたいな、あんまりね自分と向き合ってきなかったんで、で、まあ、最初はね割と軽い気持ちだったんですけど、まあ、日が近づいてくるごとにやっぱり自分と向き合うという話かなと思って。そうですね。で、なるほど、結構大事だったんだみたいな感じ
お仕事だったりとかってどんなことされてるんですか。今そのまま美容師。あ、美容師さん。美容師やってて、はい、でもインスタグラムが忙しくなってきた。はい、モデルの案件が結構来るんですよ。あー、なるほど。明日もオーディション2つ、明後日は今日。え、結構有名なの。いやいや、そんなことはないですよ。いや、今の顔は絶対俺有名やで、みたいな感じ。そんなことない。あ、本当ですか。え、千葉でやられてるんですか。どこでやられてるんですか。住んでるのは静岡。あ、今は静岡に住んでらっしゃるんですか。あ、もうこっちで仕事が多いんで、はいはい、これからもう言うたらどうしようかと。あー、半分ぐらいこっちでいないとオーディションに行けない。まあ、とりあえずじゃあ僕が水で、はい、飲みます。じゃあ、いただきます。よろしくお願いします。なんか、ゆいさんから聞きたいことない？ゆうじさんが有名になってるのはご存知だったんですよね、きっと。もちろん。そうですよね。それ、母親から聞いたな。そう。ゆうじは本出すよ。おー、まあ、全部やってますもんね。テレビやって、テレビに出るよ。で、そうすると、やっぱり、どうしても目にしちゃうわけですよ。はいはい。うわ、すごい。テレビ出てる。すげえな。すげえな。ってなると、やっぱり、どっかしらこう、うわ、ひらんなんか置いてきます。で、まあ、大変なくらいが、やっぱ、どうしても思いますよ。で、その時に、やっぱりこのままだと、息子が有名になったから、ただ会いたいだけの、アホ親父。いやー、そう、やっぱり思われたくないですね。思われたくないので、インスタグラムを始めた。あ、もし僕もなるべく近くに、え、ちょっとでもいいから近くに行きたい。いいよ、言うね。あ、そうなんですね。インスタグラムを始めた理由が、それです。ゆうじさんと近い場所に行ったら会えるんじゃないかっていう。そうです。偶然でもそういう風になったらいいなっていう。そう、あ、ちょっとでも行けたら、どっかのテレビ局で偶然会っちゃったりしたら、もうそんな行くのねえなって思って、ちょっと俺もやるだけやってみよう。決心して、それからもう3年3ヶ月前から毎日投稿して、ずっとだんだんフォロワーも、まあ、全然少ないんですけどね、はい、6000円弱しかいないんですけど、その代わりなんかモデルクラブからの案件がすごい来る。6000円弱ってそこで、モデルクラブ入ってこんな案件があるんだと思って、でそれを全部受けるようにして、そしてうちにもいろんなとこから来て、今5つくらい承諾してるんですけど、お前になったら龍さんに近づけるっていう思いで。そうです。それだけです。すごい。あ、そう。有名になる前からちょっとそれで美味しかったよね。じゃあ、いただきます。はい、食べましょう。一旦ね。再会の味を。うん、はい、あの2人の再会が平和に行われるように、カニピースでお願いします。このチャンネルで、まあまあ2人で会うとかちょっとね、何話してるか分かんないしあれだったんですけど、まあちょっと、うん、一回まあなんか見つめてもいいのかなみたいな。だいぶね、あのしてこなかったから、もうだからがむしゃらに他のこと頑張ってたから、うん、なんかまあ母親が聞いてる話だと、あのこの人浮気で別れてみたいな、まあまあそれはまあそうだねみたいな感じで、まあ話聞いてて、まあ、ただ母親はそんなに悪く言ってなかったから、お父さんのお父さんのことはね、うちの家族もあんまり悪く言ってなかったから、あんまどういうあれなんだろうなみたいなのが気になっていましたね。うん、まあ、僕は6年もない人だと思ってましたけど。それはそう。本当にごめん。さあだから、もう一回やってみようかなみたいな。どういうあれなんかなみたいな。特にうちのじいちゃんは、まあどうしようもないやつだったけど好きだったよっていうふうに言ってなって。じいちゃんのバイクはずっと生きてる。母方のおじいちゃんですか。そう、人生のこういろいろ教えてくれたっていう。もう忘れもしないんだけど、ある時に友達の結婚式の時に、僕はオロボロの車ですよ、うん、で、ベンツのおじいちゃんはベンツですよ、はいはいはい、
それを鍵をポンと投げてこれで行け。え？でそうするとホテルマン、ホテルでどういう対応になるのか、その違いを肌で感じる。おそういう人なんかでもついてるよね。なんか男気みたいなの。まあ俺はでガンコじじいみたいな。多分だいぶじいちゃんのお子さんみたいな。あ、そうなんだ。そこ。なるほど。じゃあお二人がめっちゃ受けた人はおじい様。そうだね。本当によくしてもらった。本当に。そうなんです。すごいなことを教えてもらった。じいちゃん言わなかったそういうもんなんだな。まあじいちゃんはいろいろやってたから。今お父さんもいくつなんですか？僕ですか？はい、僕は昨日65です。あ、65歳になられたんですか？昨日お誕生日ですか？昨日ね。そんな偶然ある、すごいな。お誕生日おめでとうございます。はい、いや、すごいな。お互いまずさっきこう対面したじゃないですか。なんかどう思ったんですか？お父さんはどう思ったのかとか、ゆいさんはどう思ったのかめっちゃ知りたい。そのパッて見て、パッて見て、うん、まあ、単語でもいいから教えて。昔の面影があるな。まあ、そらそうなんだけど、なんか俺はね、なんか俺の記憶、最後の記憶だと海連れてってもらって、うん、でそこで母親なんかになってね、うん、連れてってもらったんだけど、サーフィンやってたよね。サーフィンめちゃめちゃかっこいいっすね。すごいね。サーフィンやっててで連れてってもらったんだけど、なんか知らねえ女がいっぱいいたからなんか嫌だった。ちょっとゆみさん、僕もねたまに忍ぶんですけど、女出してくる女めちゃくちゃぶち切れます。多分その現代劇来てますね。そう、俺のちょっと女嫌いはそっから来てるわ。出てる。絶対来てるわね。そう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 。だから俺の中ではさ、ほら、一応うちの母ちゃんがいて、はい、感じだったから。そうね、子供だしね。おちゃれえなっていうのを、小学生ながらに感じてて、その反発で、ものすごい、若干の女性恐怖症っぽい。まあ、恐怖症っていうか、なんか、あんまり好きじゃない。嫌いじゃないんだけど、めちゃめちゃ見るようになっちゃって。面白いな。まあ、お父さんは、なんかこう、一番最初にこう息子さん見て、どうでした？いや、僕はよく会ってたんだなって。もう、そればっかり。だってもう、テレビで見ちゃってるから。あ、そっか。確かに。認知はされてるもん、ね。そうね。こういうふうに大きくなったんだな。時差あったらね、重いね。重い。重いっていうのが、だから俺は結構その積み重ねた重いが重いなっていう感じはして、別に空気は重くないと思う。空気は重くないよね。そう。まあ、なんかいろんなものが織り交ざってるなって気はする。ジュリーさんは、まあ、多分あえて嬉しいは絶対あるんですよ。あえて嬉しいは絶対あるし、会ってみたいっていうのもあったし、自分と向き合わなきゃなって思ってたから、今会えて、なんか、改めて頭がぐるぐるしてるというかね。そうね。まあ、いろいろぐるぐるですね。今ね、頭がね。正常です。それが正常に言っていいかもわかんない。ただまあ、俺の場合はほら、関係的には俺の妹になるんだけど、まあ、一応会ってるし。そう。問題ってピアニストなんですよね。すごいっすね、それぞれになんか特技があるというか、美容師さんでピアニストで料理研究家で、なかなかすごい一族ですよ。どうですか、ね、今なんかもう完全に独り言みたいに喋ってますけど。僕は聞いてればそれで満足。ああ、そうなんですね。割と軽く考えてたんだけど、で周りがなんか大ごとみたいに言うからさ、27年ぶりは大ごとですよ。そうかね。いや、大ごとですよ。大ごとか、うん、まあでも YouTuber、 ああそうか、うん、なんかったら絶対会わなかったとか、全然に興味もなかったはなかったし、まあでも俺もまあもうほらもう38でもう40ぐらいになって、仕事も割といい感じだし、
ってなった時に、まあ、もう少し自分のこと考えた方がいいんじゃないのとかみんなに言われて、あー確かにみたいな、うん、その一環として一回会っとくかみたいな、うん、ってのはあったね。うん、まあ、会ってどうなるとかっていうふうには思ってないけど、まあ、だからずっと会わないで、うんうん、あなんかそういった体が悪くなったりとかそういった時に、そうそうそう、僕は長生きするでしょ。うん、そうだね。いや本当ですね。すごい背筋もピンとされてるし、いろいろやってるしね。あ、そうですか。今も鍛えてらっしゃる。今でもサーフィンやってるし、筋トレも週2回行ってる、ヨガもインド習いに行ってる。アクティブですよ。すごいっすね。すごいね。アクティブ、俺にはないな、そんなアクティブさは。いや、これ、やっぱお父さんが健康でいてくれるんだったら、もしね、今後、なんかまた関係がつ、なんか再開するってなったら、結構心強くないですか？どうだろうな。また会うかなみたいな。いや、また会うかみたいな感じがあるけどね。だから、龍二さんはもっと喋ってほしいです。まあ、確かにね。はい、あ、なんかお父さんに聞いてもらうっていうよりかは、お父さんからの言葉がいっぱい欲しいなと思いますね。この27年分のね。お、ちょっと待って。え、これはもう、あの、自分で持ってきてほしい。全然覚えてないか。うわ、すげえ。ちょっとこれ、これ実家にないっすね。どこだこれ。うわ、めっちゃちっちゃいじゃん。めっちゃちっちゃいね。2歳とかね。1歳じゃん。うわー、すげえ。しかもものすごい綺麗な状態ですね、写真が。綺麗だね。1枚はね、若者にして、もうレーザーやるか、これ 顔だけ、そうだね、いつもバッグの中に入れて。なんかわんぱくだなね、こんな時あったんだね。うわ、これちょっと俺泣きそうだ、ちょっともうマジ。これは、いやこれはすごい映像だな。いや、やっぱお父さんは絶対感じてほしいね、ずっと。だから連絡できなかったとか、多分めっちゃいろんな人のことを考えての配慮だと思うし、多分お父さんが、まあ多分ものすごい龍二さんに会いたかったのに、できなかったいろんなことがいっぱいあったから。なるほどな。まあ、それはなんか、あれだね。いや、これはすごい。好感度上がっちゃうから。いいだろ、もう親父の好感度上げろよ。いいだろ。だってさ、まあ、わかんないけど、まあ、リュウさんは、まあ、今子供かもしれないけど、これからさ、もしかしたら親になっていくわけじゃん。まあ、いろいろあるよ、いろいろある、そうだよ、そうね、一人の人とずっと続けられない状況になるかもしれない、でもその後に、要は自身で連絡をせずに、なんかこう、お父さんなりの美学だったりとか、思いがあって、多分今に至ってるから、まあね、それでいいと、だって1回目だから、まだ再会して、そうそう、で、1回お互いもしかしたら持ち帰って、またなんかこう思うことあって、あれ話しとけばよかったらみたいな出てくるかもしんないから、今日一発ですから。そうだね、27年ですからね。27年だね。そうだね。で、本来だったらもう脇目も振らずに27年ぶりの息子との再会を喜んで感情をむき出しにしたいと思うんですよ。まあ、でもよく、俺もそうだけど、でもよくオッケーしたなっていうような感じもするけどね。いや、もう即答。うん、これを逃したら会う機会ないでしょうね。うわー、すごい。まあまあ、確かに。せっかく言ってきてくれてるから。かたやこっちは、どっかのテレビ局で会ったら言いなぐらいしか思えないんですよ。
偶然あってよっていうのを、そこを目指してたっていうことですね。実際やってるわけですから細い糸をたどろうとしてたけど実際本人から来て、で、あちょっと1個ね、言ったことがあって、いや別に悪いことじゃないんだけど、なんか、うちのね、母親が、お前のパパは有名人の髪を切ってたって、あうん、って言ってたんだけど、誰切ってた誰切ってたか。ロンドンのメンズノーマンメンズノーマンメンズノーマン、阿部寛さんとか。あとは、いやいや、ずっと昔だから、もう阿部寛じゃない、もっと前。もっと前ですか。うん、あ、もっと前。あとは、美容室に出す新作発表とか。あこう入れてたんだよね。ただある時に思ったの、なんか朝予約がバー入ってて、で髪の毛切って指示出して巻いてもらって、全部済まされて、で最後に見て、あいいですねってこれって違うよな、おかしい。なので、まあ、自分で店出す時には全部自分でやる。あだってパーマ巻いてて日が変わる時あるの、あやめたこっちにしよう。めっちゃリュウジさんっぽい。手でこのマインドが収まってて、あ手触りがやば、これ変えた方がいい。それが分からないで全部丸投げしちゃうのは俺としてはもう嫌だな。職人なんすね。いや多分職人ってルーツここにあるかもしれない。そうなんだ。なので自分がストーリーになった時は全部一人や。それも値段も別に高くなくて、確かにうちの家系職人いないからな。うん、考え方もね、この値段高くなくていいとか。すべて一人で。あ、だから宣伝も一切しない。宣伝で来てくれる人はいらないと思う。何かもっと来てくれて、その人が気に入ってどっかで話してくれて、また人を呼んでくれたらそんなにいいことはない。でそれで何も電話番号も電話帳も何も載せないで、もう全く何も宣伝もしないで、店を自分で全部手作りして DIY して、そしてやりだして、そしたらお客さんがどんどん増えてきて、すごっ。で今に至るという。うちのお母さんとディスコだったよ。一番いい女を僕はナンパした。うわっかっこいい。お母さん一番いい女だったんだよ。聞きたくねえよ。いやいいじゃん今の話。いいじゃん。いい女だったよ。いい話だよこれ。ほらいい話だよ。まあ、しかもちょっとトレンディーな昭和の話でめっちゃかっこいいな、なんか。おお、そうなんですね。僕は僕たちお金がない。はい、500円しか持ってない、はい、牛丼が280円ぐらい、はい、でそれで六本木に今麻布十番でクラブやってる友達がいる、はい、そういう人2人で行って、はい、順番で声をかけた。いや、あの子頼むよこの子頼むよで俺 の, その相手方の論文っていうんだけど、はい、その番の時に、この人声かけて頼んだ。それがお母さん。慣れ染めだよこれ。そしたらお母さんは何言ってんの？向こう歩いてた。あ、え、どうしたの？ごめん、無理だよ。落ちないよ。分かった、じゃあ俺行く。え？自ら。で、声をかけて、お前だから、お茶だけでもいいから飲んでくれ。いいよ、分かった。で、その時に、もう、200いくらしか持ってないんですよ。全くお金ないから、かかわらず、ね。いいじゃん、そこお話しようよ。でそこ行ってもうケーキとかいろいろ頼んで、お会計の時にごめん金さんこれしかないんだ。そこでもね。そしたら何やってんの、何言ってんので、彼女の財布見たら万札こんな入ってんの。お母さんで、その時にアメ車のピッカピカのやつがもう彼女、彼女は怒ってた。すごい何すごかったよ。何この人、おじいちゃんに外可愛がられたらしい。なるほどね。それでごめんな、ありがとう。じゃあ次の日12時に電話するから。でまあ別れたわけですよ。で次の日に、ね、僕は美容師だから12時のお客さんがいた、はい、で12時に電話かけられなかった。
なるほどね。そしたらかけなかったんですよ。かけられなかった。そしたらその後電話かかってきたよね。私は待ってんのに何電話かけてこないの。面白い。そうでしょ。当時はだってあれですよね。スマホないから。そう。携帯もないから。電話なら。はいはい。そういいそう。何やってんの。待ってんの。気強いな。でそこで言ったのが。こっちも用事があるんだよね。仕事してるし、うん、その時間ばっか守ってるわけにいかないんで、うん、いい加減にしてみるとその喋り方も気に入らないし、だから、こう、コロッと言われたこともない。あ、いやいや、トレンディードラマか。いや、めっちゃ楽しい。めっちゃ面白い。めっちゃ面白い。めっちゃ面白い。それからですよ。あ、そうなんだ、ね。うわ、すごいな。ほんとトレンディードラマみたいですね。トレンディードラマだ。で僕はいつもお金がないし、はい、でもお母さんはいつも違う車でいつも買い込んで持ってて何してんの。いや私実はあの大学生なんだけどガイバーやっています。それも昭和女子大だからいいとこやってんな、もう小学校じゃんって思いながら、うん、である時にじゃあそのカフェバーに来る、今日お父さんとお母さん旅行でいないんだよね、うん、で千葉まで行ったわけですよ、はいはい、で入ったわけですよ。そしたらお母さん先にごめんお父さんとお母さんいるの、お父さん呼んでる、ごめん裏行ってくれ。で、嘘でしょ。でまあ裏行くの分かったよ、裏行った、はい、今回すいません聞いてみた、バスタオルここに全部かけて裸で全部かけてんだけどなんか透けてんだよ。透けてそれがおじいちゃん。でこっからここまで見えてるでパンチパーマで後ろでこうやってしょって怖っ。すごいなおじいちゃんはね、めちゃくちゃ怖い。あすごいな。おはい、お前、さ、みゆきどうすんの？いきなり。いや、あの、このままうまくいけば、もちろん、もう一緒になりたいと思います。いやいや、そうなりますよね。なるでしょ、うん、そうか。それからだよね、コロッて変わった。あ、一緒になるって決めたら優しくしてる。その話が終わってからお父さんはもう怖い人ではなく、どこに行くにも一緒に連れてる。いつも一緒。息子みたいに扱ってくれたんですね。扱ってくれた。すごいですね。それが楽しかったんですか。楽しいっていうか、そんな世界がある。トレンディードラマから急に人気ドラマになってくる。そのでも男気が薄かった僕はそこで教わるわけですよ。なるほど。でおじいちゃんからなんかそういう人気を隠す筋とかいろんなことで、そっからご自身でさっきあの言ってたなんかこういいものはなんかちゃんと自分で判断してやっていくんだみたいになっていくんですかね。それもちょっと影響を受けたんですかね。いや、そこからは人を大事にしようって思う。そっちなんですね。おじいちゃんはね、あの多分そのものづくりとかそういうのしてないから、うん、そうそうそう、あの人の扱い方とか、はいはい、あの受け取り方とか、困った時の対処法とかは、はいはい、おじいちゃんから全部俺は教わったから、うん、そうそうそう、まあ、おじいさんとか、まあ、おじさんもいるんだけど、うん、そこら辺で確かに、確かにお父様は結構もう言うならば昭和の時代にこの面となりでいたらめちゃめちゃイケてるちょっとチャラい人じゃないですか。そうそう、絶対実際そうですよね。まあ、ちょっとでだいぶチャラい、だいぶね、だいぶチャラいでしょ。だけどやっぱその世界のなんていうかお母様だったりとかお父様おじい様に会ってそこもういいなって思ったってことですよね。思ったっていうかこういう生き方をしている人がいて、うん、物の考え方がこういう考え方をするんだ、うん、俺はなんかあのじいちゃんに教えてくれないの。じいちゃんに一つだけ言われたことがあって、お前は可愛がれる人間になるってすごいずっと言われてたの。そうで、なんでって言ったら、もうその方があの
生きるの楽だと。でお前はそういう人生を歩めってすごい言われたんだけど、そのね、俺がね可愛がられるのが得じゃないんだよね。多分それは多分親父の方が得意なんじゃないかなっていう感じ。確かに可愛がられる感じしますね。なんか人から好かれるっていう、うん、俺はもうなんか突っ張っちゃうから、うん、確かに。そうそうそう、だから可愛がられる方に行けなくて、結局うちの家族ってみんな経営してるんだけど、すごい。みんな経営者なんだけど、俺がサラリーマンだから喜んだんだよね。あ、雇うちサラリーマン出たんだみたいな。あ、そう、逆に、うん、そしたら辞めて、うん、自分も経営しちゃうし、料理研究家としてね、やっぱり無茶争いねんなみたいなのは言われたっていうか、やっぱこっちがお前もみたいなのは言われたね、じいちゃん。だからそっちのマインドにみんな寄ってくから、みんな自分でできるようになっちゃうし、うん、自分の意見だったりとかを言う、うん、コミュニケーションができるようになるんだ。うん、だってリュウさんこれはこうって結構言い切るタイプじゃん。いや俺は言い切るし、言い切ったら全部やる。そう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 、うん、言い切ったら全部やるから、うん、突破力があるんだよね、一族全員。お父さんもありますよ、やっぱり絶対あると思う。なんか最初すごい大物な人だなと思ったけど、多分ものすごい職人肌だし、結構自分がやりたいことだったりとか、そういうところに向けてのなんかロマンっていうかな、なんかそういう部分の矜持みたいなめっちゃ感じるんですよね。もうこういう人間になりたいっていうビジョンなのか。ああ50になったらこうなっていたい、60になったらこうなっていたい、あ70になったらこうなっていたいっていうビジョンのもとで今も生きてる。かっけえ。いやあんたの音がかっこいいよ。そう分かんない、分かんねえけどさ、かっこいいって俺結構抜けてる部分もないと俺かっこいいって言わないかも。あ完璧な人って俺は世の中にいないと思ってるから。そう、なんかお父さんが多分どっか抜けてるかもしれないけど、多分自分の生き方に正直だ、まあ、人生めっちゃ、まあ、まあ確かに、うん、でリュウジさんは今多分その正直なお父さんと正直に向き合ってるから、うんウニウニしてる。ウニウニしてるのもいいのよ。あんたはウニウニしてた方がいい。いやリアルです、リアルっすよね。いやだって初めて子供リュウジが出てる今。確かに。なんかぶっちゃけ今まではなんか子供リュウジじゃなくて料理研究家だったりとか、もうちょっとなんか千葉のヤンキーリュウジだったけど、初めて今動画でも今ここでリュウジさん本に回答しても子供リュウジ出てる。お父さんも気づいてよみたいな。あんまりでも出してないよね。出してない。いやいいやん子供リュウジ。あんまりそういうの出さないできたから。そうそうそう、どっちかっていうとね、頼りになるお兄さんっていうかさ、料理研究家もそうだけど、まあその世の中のね、主婦の方だったり一人暮らしの単身の人がさ、料理しやすいように料理考案してさやってきたけど、みんなが頼られる相談だったけど、うん、どっかで誰かちょっと、まあ、話聞いてやみたいな部分を俺はたまに感じる部分はあって、うんうん、だからなんか俺みたいになんかちょっとちょっかい出すなんかずずしいやつと仲良くなれると思いました。うん、そうね。インスタ始めたばかりの時に、はい、おそらく娘もう忘れてるかもしれないけど、はい、娘にリュウジにアドバイスを求めた。僕が娘に聞いてくれて、そしたらリュウジはこう言った。人のためになればまずいよ。あ、言った気がするな、なんか、うん、真理、うん、なるほど、人のためになればバズるか。でそれで、俺はあんまりできないからこの年になってもみんなで楽しむことできるよね、みたいな、うん、親父像を変えちゃえって思った、うん、だからバカなことばっかり言ってるんだけど。いや、素敵ですよ。外国のなんか親父って結構かっこいい人が多い。はいはい、遊び心があって、ね、うん、それがなんで日本人ってみんな型にはまってるというか落ちちゃうんだろう、うん、その原因は何だろう、でそれはやっぱり子供の頃を捨てちゃうっていうことと、あの頑固になりすぎちゃう、吸収ができない、うん、であとは努力してないよね基本ね、うん、まあ、仕事には努力してるんだろうけど、あのやっぱり仕事だけの人生ではないわけで。そうですね、幸せになるとか、うん、そういう部分も努力が必要ですよね、うん、だからじゃあ自分はそっちでちょっとでも元気になってくれれば、あ、こんなやついいんだ、じゃあ俺もちょっとだけ楽しめるかなみたいな、そういうのだったらいいなと思ってインスタ の, あの投稿は続けてるので、ね、めっちゃかっこいいよ、まあ、
黒さん好きそうだね。いや俺結構いやマインド思考一緒な気がする。思ってました同じ匂いが。いやお前はこういう人が好きなんだって認めろ。いいきゃ本当にそうか。いやいいと思うな。だから相性はいいと思うよ。まだ打ち解けではないと思うけど。まあ若者に教わることっていうのはもうたくさんある。親父は落ちていくけど若者は上がっていくわけではない。だから親父は捨てていくものもたくさん必要なんで、若者の意見を取り入れなきゃいけない、はい、でもそれができない人が多い。柔軟でないってことですね。そう、そういう社会だから。あと変化が怖いのはあると思いますね。年を取れば取るほど、まあ、変化がないとね、つまんないですよね。つまらない。新しい発見もないし。ちょ話あっちゃうんだよね。ちょ俺息子になっていいかな。どんな展開？こんな親父いたらよくない。いやもう全然似てるなと思って聞いてる。めっちゃいいやん。おーなんだよ。そうだから多分リュウジさんは多分こだわりっていう部分は絶対あって、でお父さんのこの多分自由な発想みたいなのとか自由な行動がちょっと引っかかる部分あるんだと思うんだよね。相反するから。チャラい。チャラいっすはっきり言いますけど、チャラい人は肩から見てる分にはいいから。俺はでもある種お父さんは自由の頑固だと思う。ああなるほどね。なんか俺は自由でしか生きられないんだ。俺もそうなんだけど、ある種そのこのまま普遍的なものだけでは生きられないんだっていう頑固さを持ってるから、俺らも頑固なのよ。でここは一緒なの。頑固っていう分類で言ったら一緒。自由が好きな頑固と、自由じゃないこの今までのなんとなく安心するようなものの頑固、一緒よ。あ頑固さは確かにね。似た者同士だよ。こっからよゆうさん、初回だから27年ぶりやろ。全部じゃ全部じゃなくていいから受け入れるのは。まあまあまあ、そうね、本当に混乱する。そうですね。そうね、まあ、混乱はした、うん、ただ、うん、めっちゃリアルに混乱してた。したね、俺こんな、俺はなんか仕事でも何でも大体そつなくこなせるとは思ってたんだけど、今日無理だね。いやーめっちゃいいよ。めっちゃいい。無理だね。俺はこうリュウジのこうなんだろうね、もう本当にどう言葉にしていいのか悪いのかわからない何かを感じるよ。あれ、だからくださいって言われたでしょ、うん、そこだけは分かった。うん、2人じゃこういう話もなんないからね。俺は自由の頑固じじいは好きだよ。そうだね。俺はね、自由、それはでもなんか多分昔から変わってないんじゃないの、話を聞いてる限り。だって一貫してると思うよ、生き方は。思考回路は、まあ、娘が言うんだけど、うん、似てるよね。自分でさ、授業もやられててさ、で自分がこうだって思うことを貫き通してさ、50代、60代、70代のビジョンもあるって言ってる人なんだからさ、うん、それでさ、ゆりさんに今更っていうか、単純に会いたかったんだと思う。まあ、そうだろうな。っていうのが分かったんで。よかったね。うん、これはもう。まあ、いや、すごいよ。いいっすね。うん、いい感じ。あ、でもなんかすごい。よかった。うん。で、いい回だね。めちゃめちゃいい回でしたよ。まあ、いろいろ聞けたし、まあ、俺はすごいいい機会だったんじゃないかなっていうふうに思って。ただ、ちょっと。リアルすぎるよね。これがリアルすぎる。ガチンコすぎる。いや、ガチの27年感じる。本当にガチすぎて。本当ですよ。不安な27年感じる。本当にガチすぎて、これがどうなんだろうな。これどう映るんだろうな。そうっすね。なんかね。人気ですもん。いいやろ。俺の直感が言ってんだよ。なんか分かるけど、27年間の積年の思いがあるの分かるけど、もしかしたらリュウじゃなくて俺がお父さん連れ回してくる。それはやっ、それ勝手にやってる。どんな動画ですか。何企画するんですか。でしかもちゃんと楽しみそうだよ。楽しんじゃいそうだちゃんと普通に楽しみそうだよ。知らないところで
まあまあまあ、でも愛される人だなっていう感じはしたね。今後ちょっとちゃんと時間かけてでも一緒にね、上がってくるわ。そう、なかなか一緒は会えないね。まあ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 、そうね。そう、あとから先はちょっとなんかまた違う龍二さんというか、子供龍二が大人になっていくというか部分が見れるんじゃないかなと思いますよ。そうね、今まで隠してたじゃないですか、子供龍二は。見せるしよね、もうカットだ、そのまあ、言いたいこともいっぱいあったと思うけど、一旦今日はこれぐらいにして、これぐらいにして、龍二さんの実のお父様、27年ぶりの再会、そして龍二さん初めて動画で子供として映るそんな子供だった俺。はいはい、なりました。はい、ちょっと引き続き2人の関係、桑田流星のチャンネルで追っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。で、動画終わろうと思ったんですけど、またラストにね、撮影終わって龍さんの麻婆豆腐対決も終わってここに来ました、焼肉屋、はい、中目黒リンゴ。なんでこんなに来てるのかって、とにかく、龍二さんについてきたいというお父さんが一生ついてきますここぞとばかりで愛を感じる。そしてなんとですね、この焼肉屋中にすごい進展があったんですよ。確かに。なんとお父様が龍二のお母さんに電話しました。ありがとうございます。出てどうでしたか。どうだった。よかったねって。お、よかったね。うん、なんか嬉しそうだった。めちゃめちゃよかったよ。まあ良かったなっていう、もうここからいい方向に、はい、向かっていくと思います。龍二さんの家での撮影が終わって、改めてちょっと僕の所感を述べたいと思いますお願いします。いやー、家族ってすごいなと、はい、と思いました。なんだろうな、なんかこのあの緊張感とか、その龍二さんがあれだけこういつもさらっと料理できる人がここまで苦悶するかが、まあ苦悶もだえるなんて言ったらいいのかな、もう言葉になってなかったですよね、つぶやきみたいな。そう、なんかいつも動画の、うん、こっちの編集のことも考えてくれたり立ち回りしてくれるじゃないですか、うん、いつも。それが今日はもう全くなかったそれぐらい緊張しましたね。いや、だからそう、これがリアルだなっていうのが見えたんですけど、リュウジさん家でこう麻婆豆腐をね、二人で作ってるんで、はい、そちらぜひリュウジチャンネルで見てほしいんですけど、それが終わってから改めてこうお父さんがリュウジありがとうねと言ってたシーンだったりとか、あとお父さんがこの後帰るんですかって聞いたら、明日ね一応オーディションがあってみたいな、明後日京都で CM の撮影があって、えみたいな、どうやら人気者みたいです何も何、まあ、ただものではないか出てますからね。ただもの感じゃないんだよね、はい、でも多分そういうリュウジさんに会いたいっていう遊び心を持って会いに行こうっていうのは、なんともなんかこう通常通りの親子関係とかお父さんの像ではないリュウジさんのお父さんっていう感じがして、もうまあパッと見やっぱこう全然親子じゃないですよ。いや、もう、まあ、リュウジチャンネルのサムネ見てもらえれば分かるんですけど全く親子には見えない、はい、でもそこがなんかあの二人が今後逆に打ち解けやすくなっていく一つの原因、よくね似た者同士とか同族嫌悪って言葉があるんですけど、はい、似すぎてるとやっぱ喧嘩しちゃうんで、なんかある意味この人別の人や、おもろい人やなって思うと仲良くなると思うんですよ、はい、なんかそれがねちょっと未来のなんか見える一つの兆しだったかなと思ったんで、じゃあ改めてね、ちょっとリュウジさん、うん、多分親父は俺寄りなんだけど、それは分かって、なんかあったら言ってくれ、うん、このチャンネルでなんか今家族とうまくいってないかったりとかね、このチャンネルを見てる人でそういう方がいるかもしれないんですけど、まあ、家族なんでどっかでは必ず通じる部分がある、通じる時期が来るというか気がするんでね、なんかとんでもない動画になりましたけど、はい、とんでもないですね。マジで今日はお疲れ様でした。一日龍二さん家族がここからいい方向に向いていくように引き続きちょっと見守っていきたいと思いますし、はい、はい、まあ、この後お父さんが帰った後になんか呼ばれる可能性もあるその時は話聞いてやろうかなと思います。ワンチャン止まるかもしれない、はい、あの家に、はい、まだじゃないかさすがにね、はい、そんな感じでこの動画がいいねと思った方はいいねコメント、よろしくお願いします。ありがとうございました。